はい、こんにちは。今日はマイロナイト化した両化体の岩石ということで、まあ、中央構造線沿いに分布する、まあ、岩石の、まあ、観察ということで、お話をします。で、まあ、中央構造線っていうのはね、この西南日本を縦断する、まあ日本列島の、まあ、地質構造をね、大きく、まあ、区分する、まあ、境界線です。で、この中央構造線の、北側を西南日本内帯、それから、外側を西南日本外帯と呼んでいます。で、この内帯には、この中央構造線に沿って、まあ、両化帯という、まあ、花崗岩や片麻岩が、分布しているのに対してですね、この中央構造線の外側というか外帯は、三波川帯、それから秩父帯、それから四万十帯というふうに、まあ、この中央構造線と、まあ、平行に、異なるね、岩石タイプが露出しているというわけです。で、まあ、今日観察するこの岩石なんですけれども、今日観察する岩石は、ここの、長野県のね、大鹿村というところにある、まあ、中央構造線博物館っていうね、博物館の庭の、まあ、岩石を、観察します。で、この中央構造線大鹿村なんですけども、まあ、この中央構造線の、まあ、西側に、まあ、両化帯の、花崗岩片麻岩、そして東側に三波川帯、それから秩父帯、それから四万十帯という、岩石が、分布していて、この中央構造線で、まあ、性格の性質の異なる岩石が、まあ、接しているというわけです。で、今日、まあ、見ていただくのはこの中央構造線の、まあ、西側の、まあ、両化帯の岩石なんですけれども、この中央構造線のね、断層運動によって、まあ、かなり激しい変形を受けているというわけです。まあ、両化帯というのは、まあ、あの比較的ね、まあ、地下深部で、まあ、花崗岩が冷えたりね、してできた、まあ、岩石なんですけれども、まあ、この断層運動でね、岩石が強く変形を受けるんですけれども、まあ、温度が高いために、まあ、岩石がね、まあ、組成流動といって、まあ、こう比較的柔らかくね、まあ、こう流れるっていうか変形を受けるというわけです。で、まあ、その変形を受けるっていうことは、まあ、岩石というのは多結晶体といって結晶の集合体なんですけども、まあ、お互いにこうね動くために、結晶の向きが少しずつずれていくというので、まあ、そういう、まあ、形の結晶の変化を再結晶と言います。で、再結晶を伴って再流化するということで、しかもそれは力を加えながら、まあ、受けるというので、まあ、動的再結晶とかね、ダイナミックリクリスタリゼーションというような言葉で言われたりします。で、まあ、そういった岩石がね、こう力を加えられながら徐々にもう向きを変えていく変形なんですけれども、まあ、基本的にはサイズが細かくなるということですが、まあ、硬い鉱物はね、まあ、そういう変形に対して激しく抵抗するためにね、まあ、しぶとく残るわけです。このしぶとく残った鉱物を、まあ、ポーヒロクラストと呼んでいて、まあ、あの火星岩だと反射のように見えるんですけども、まあ、この細かいね、マトリックスの中に、まあ、大きな結晶が、まあ、散りばめられているように見えますけども、まあ、この周りの、ね、石器の部分は、まあ、変形に伴う再流化ということです。で、まあ、この変形がね進めば進むほど、まあ、岩石は変形していくので、まあ、激しく変形を受けた、まあ、マイロナイトには、まあ、こういうポーヒロクラストがね、まあ、もはや見られなくなるくらい、まあ、再流化が進むというわけです。はい。で、まあ、実際どんな感じかということですけども、まず最初に見ていただくのはこの周極、をね、受けながら、まあ、マイロナイト化した岩石です。はい、この石を見てください。ちょっと変わってますよね。こちらの岩石も、まあ、両化帯の岩石なんですけれども、両化帯というのは花崗岩や片麻岩を主体とする、岩体だったんですけれども、中央構造線に近づくと、まあ、こんな風になるんですね。で、こんな風になるってどんな風になってるかっていうと、まあ、これね、
こう地層のように今筋がついてますけども、これがかなりこううねってますよね。ということはこの岩石は、まあ、非常に激しい変形を受けてるっていうことが分かります。で、変形を受けているんですけれども、もともとはこれは花崗岩片麻岩起源なので、まあ、斜長石などが含まれてますけども、まあ、この変形に伴って石英や斜長石の多くは、粒が細かくなるんですね、まあ、細粒化します。で、ところが、まあ、割と大きなものは、まあ、そのまま残ったりするんですけども、こういうふうにね、筋がついているように、まあ、鉱物がピューッとね、このチューインガムを引っ張るようにこう伸びているんですね。で、こういうふうに、変形を受けながら、まあ、鉱物がね、再配列して、こういうふうにね、層状にというか、並ぶようなものを、マイロナイトと言います。で、マイロナイトというのは割とこういう岩石が組成変形しやすいような、まあ、地下深部の、温度の高い状態で力が加えられたら、まあ、こういうふうな、岩石になります。まあ、この辺はね、割とこう、筋がこうつながってますけども、まあ、変形した、粒子がね、どういうふうに今変形を受けたかっていうことを、まあ、トレースすることができます。はい、こちらは、マイロナイトなんですけれども、まあ、カシオマイロナイトと呼ばれているものです。これはですね、この大滝村のカシオ地域に、産するマイロナイトなんですけれども、非常に激しくね、変形を受けたためにこちらに筋がねついているのが分かりますけれども、その中にこの元々の岩石にあった、大きな結晶がそのままつぶつぶに残っているものですね。で、この上から見るとこちらの方に筋がついているんですけども、こちらね見るとこの筋はこうなってるということは、この、筋というかね、変形の、まあ、構造がこういうふうになってるということは面的に、配列してるということが分かります。まあ、こういうのを、ホリエーションというふうに、まあ、言います。はい、こちらも、カシオマイロナイトの標本なんですけれども、まあ、非常に、特徴的な、構造がよくわかります。まずこの方向にですね、筋がついていて、まあ、変形の向きがわかりますし、それからまあ白っぽい鉱物がいっぱい散りばめられていて、まあ、変形を受けながらも元の岩石の、を作っていた鉱物がまあ残ってるというものです。で、このカシオマイロナイトの元の岩石、変形を受ける前は、まあ、花崗岩のような、まあ、石英長石を多く含む、岩石だったんですけれども、中央構造線沿いの、まあ断層運動で、まあ、激しく変形を受けて、まあ、このような、形になりました。で、このカシオマイロナイトなんですけれども、まあ、中央構造線のこの大鹿の付近の、カシオ地域に、まあ典型的なものが見られるということから、カシオマイロナイトという名前がついています。はい、今見ていただいたカシオマイロナイトなんですけれども、まあ花崗岩起源の、まあ、岩石が、まあ、変形を受けてできたということなんですけれども、まあ、これ遠目に見てもね、まあ、白い粒々が見えますし、まあ、目を近づけてみればよりこうね、粒がはっきりするわけです。で、さらにまあよく見ると、まあ、このね面的にですね、この構造が配列しているというようなことも分かります。で、花崗岩起源の岩石なんですけれども、まあ、石英というのは比較的ね、まあ、変形しやすく、しかもその変形に伴って再結晶して再流化しやすいわけです。なので、まあ、石英クロームなどとは、まあ、この細かいね、粒子になってしまうのに対して、まあ、核戦石とか斜長石は比較的硬いので、まあ、こういった、まあ、反射状に残るというわけです。はい、こちらは、ウルトラマイロナイト、まあ、超マイロナイトっていうものですね。で、超マイロナイトっていうのは、まあ、マイロナイトよりも、まあ、すごいっていう意味ですけども、どうすごいかというと、まあ、かなりこれは変形が激しくて、もう先ほどのような粒子のね、ようなものは
まあ、ほとんど見えずに筋だけが見えてます。ということは、まあ、かなり結晶が、まあ、再結晶してるんですけれども、まあ、粒子が細かくなって、まあ、あまりこう特徴的な鉱物の、確認ができないというわけです。ですので、まあ、変形のかなり進んだマイロナイトというふうに、まあ、言うことができると思います。はい、まあ、こちらはね、カシオマイロナイトなんですけれども、筋がね、非常にまあよく目立ちますけれども、まあ、よく見ると、まあ、まだ細かいね、白い高ヒロクラストが残っているような状況なんですけれども、先ほどのウルトラマイロナイトね、こちらまで行きますと、もはやまあ白っぽいようなね、高ヒロクラストが見えなくなるくらい、まあ、粒子が細かくなっているというわけです。はい、まあ以上見ていただいたように、量系花崗岩片麻岩が、まあ、中央構造線に近づくと、まあ、先端ですね、まあ、断層運動に伴う先端変形で、まあ、岩石が、まあ、変形して、まあ、細粒化し、マイロナイトになっているというわけです。でマイロナイト化が進むと、まあ、変形しにくい、ね、鉱物が反射状に残っていたものがだんだんと、まあ、小さくなって、まあ、しまいにはそういったものが確認できなくなるというわけです。で、まあ、今日は、まあ、マイロナイトを、ね、見てもらったんですけども、じゃあ、この断層運動の、まあ、比較的浅いところね、近くの浅いところで、まあ、断層運動で変形を受けたら岩石はどうなるかというと、まあ、これは、まあ、岩石が機械的に破壊されます。そういった岩石のことをカタクレサイトと呼んでいます。で、さらにね、この断層の、もう断層に非常に近いところでは、このね、横にこう、擦れるわけですから、まあ、岩石が、まあ、非常に、もっと細かくなって、まあ、粘土化する。まあ、そういう、まあ、断層運動に伴ってできた、まあ、粘土化した物質のことを、まあ、断層ガウジと、まあ、呼んでいます。で、まあ、その岩石が変形を受ける、まあ、温度や圧力、ね、それからこの歪み速度といったものによって、まあ、どんな変形作用がね、見られるかっていうのは、まあ、条件によって違うんですけれども、まあ、この両家帯ではね、まあ、マイロナイトっていうね、非常に温度の高いところで、再結晶した、まあ、岩石を、まあ、見ることができます。今日は、マイロナイト化した岩石の、まあ、特徴を観察しました。